やあ、いらっしゃい。高林堂のダンジョン支店へようこそ。この部屋に置いてある品物を買いたい場合は僕か。バイトの匿名希望、ただの女子高生です。彼女に声をかけてくれたまえ。手持ちのアイテムを売りたい場合は部屋に置いておいてくれれば買い取るからね。なあ、それと支払いをせずに去っていく泥棒みたいな真似はくれぐれもしないように。はい、てなわけで今回はお買い物をする動画なのだ。邪魔な奴らを倒してから商品を見て回るよ。正直言って序盤にお買い物をするメリットはあまりないけど、あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん怒りで引きつった凛之助の顔を見ることだ。ありがとうございます。あれ、今普通に取引してなかった？まだレイムは商品チェックに夢中なのか。私だったら食べ物一択の即断即決なのだ。ところで、あなたは食べてもいい人類？冗談なのだ。お、そろそろ決めたのか。あと、終わりの時が来たようなのだ。今の気配は許さんぞ。借りていくのは私たちの専売特許だぜ。こんな結果になるなんて。はい、これがお買い物失敗のパターンなのだ。次はお買い物成功のパターンなのだ。お店の近くに魔法陣があるとお買い物は成功しやすいのだ。いらっしゃい、ようこそ高林堂へ。さっきとは違い、品揃えは良さそうだね。今回先に共犯者には魔法陣の隣に待機させているよ。マップで仲間の場所を確認するよ。確認できたら場所替えの札を使うのだ。はっ、そこか、逃がすか。なぜこんな暴挙に出るのか理解に苦しむわね。ハクレイの巫女とその仲間がお買い物に成功しました。現場からは以上です。ご視聴ありがとうございました。鬼も悪魔も人間も退治してお宝を手にするわよ。